不思議なことが起こると言われている。経年症の歴史の本を開けるたびに、いろいろな年代にタイムリープして、その時代の小学生と出会います。昔の経年症では一体どんなことが行われていたのでしょうか。みんなで見てみましょう。綺麗かな。また変なところに来ちゃった。
坂達者、いこか。山坂達者って何？え、山坂達者知らんとか。自然を使ったアスレチックやろ。わっさい楽しかろ。めちゃくちゃ楽しそう。すごく遊びたかったんだ。だけどもう帰らないと。じゃか残念やな。なっちーよ、また後で会うから。味噌汁遠足って何？説明しよう。味噌汁遠足とは、味噌汁の具とおにぎりを持って海で食べていた行事のことである。また別の藩の人たちが作った味噌汁も食べていたんだよ。いいな、僕も食べたいな。今日は私たちの発表を見に来てくださってありがとうございました。私たちは今日のために一生懸命練習に取り組んできました。 1,2 年生は大きな声や動きで劇を頑張りました。 3,4 年生は難しい縄跳びやリコーダー、軍読などいろいろなことに挑戦しました。私たち 5,6 年生は種子島弁を勉強して慶南小の歴史を伝えようと工夫して取り組みました。どの学年も練習の成果を発揮して創立150周年にふさわしい発表ができたと思います。今日はたくさんの温かい拍手をありがとうございました。これで創立150周年記念学習発表会を終わります。